ふむ、過去にはこのような事例も。なるほど。こんな夜更けまで熱心ですな。うわっ！ヒューベルトか。君こそ、こんな夜更けに何を。またエーデルガルトにも知らせず、新たな悪巧みでもしているのかね。失礼な決めつけはやめてもらえますかな。何か根拠でもあるので。いや、それはないが。確かに、決めつけてすまなかった。いえいえ、悪巧みはしていましたので、謝罪は不要ですよ。そうか。って、やはりしていたのではないか。それで、何を熟読していたので。ヒューベルト、私の話を。判例を集めた本ですかな。しかも、帝国貴族を裁いた例の。ああ。我が父との決着を見据えてね。法の定めるところに従えば、反逆は死罪だ。しかし、実際の運用はそうなってはいない。特に貴族は、除名されている例が多い。最近になればなるほどな。爵位の返上だの、財産や情報の提供だの、それまでの功をもってあがなうだの。ありとあらゆる言い訳を駆使して、貴族は生き延びようとします。手足をもごうとも死なず、地下深くに幽閉しようとも這い出てくる。息の根を止めない限りは、ですな。全ベストラ校のように、かね。さて、あの男が皇帝に正しく仕えず、反逆と取られかねない行動を取ったことは、紛れもない事実です。ならば。だが、彼は残念ながら捕獲の際に抵抗し、不幸な事故が起きて命を落とした。彼が果たして反逆の罪を犯していたかなど、すべては闇の中、証明しようもありません。それは奇弁ではないか。罪あるがゆえに貴殿が討ったと誰もが思っているぞ。貴族として正しく彼を公の場で裁くべきだった。そうではないのか。息の根を止めぬ限り生きやがく。貴族とはそういう生き物だと先ほど言ったでしょう。だからこそ私はこうして父の逃げ道を塞ぐために過去の事例を調べているのだ。再起などさせない。私は父を正しく断罪する。できますかな、貴殿に。できるできないではない。この手で始末をつける。そうせねば、私は許せぬのだ。己がエーゲル公爵位を継ぐことも、宰相の座につくことも。それを決めるのは陛下ですよ。ですが、陛下の利になるのであれば、貴殿の覚悟は歓迎されるでしょうな。今日はこのくらいにしておくか。見事な槍さばき。さすがは文武兼備の貴族ですな。ヒューベルト、君は相変わらず神出鬼没が過ぎるな。鍛錬中に突然現れては、誤って槍で疲れても文句は言えないぞ。
そうですな。訓練中の事故はよくあることですから。仮に貴殿が私をここで突き殺したとしても、ただの事故で片付けられるでしょうよ。ヒューベルト、冗談でもそういう話はやめてくれ。いや、先に軽口を叩いたのは私だったな。すまなかった。はあ、素直に謝られても反応に困りますがね。ともあれ、貴殿の訓練は近頃危機迫るものがありますな。何が貴殿をそこまで駆り立てるのか、少々気になって様子を見に来たのです。当然だろう。この戦争もいよいよ佳境を迎えたと私は見ている。なればこそ、一層気を引き締め、勝利へ向け邁進していかねばなるまい。仲間のため、帝国のため、より良き未来のため。そして、亡き父のためですかな。父の？なぜそう思うのだね。帝国を支え、私が憧れた父は、遥か昔にいなくなった。メリセウス要塞にいたのは、生き方を見失った、ただの反逆者だった。そんなものを今さら。フェルディナント殿、否定するのであれば、ただ違うと口にすればいい。言葉を重ねては、逆に真実だと認めているようなものですよ。そんなつもりは全くない。ないが、心のどこかでそう思っている可能性は否定すまいよ。貴殿は変わりましたな。いや、本質は何も変わっていない。しかし、堅くなな本質はそのままに、随分と柔軟な顔を持つようになった。君は変わらないな。私が無知だった頃から。あの頃から、まっすぐに、エーデルガルトと二人、ただこの道を進んできた。だが今は、その道を皆が歩んでいる。君たちは、その先頭にいるのだ。何が言いたいので？その道の先頭に私も加わるぞ。皇帝の左右に並び立つ二人となるのだ。それが私と君、すなわち帝国の双璧だ。帝国の双璧ですか。ハハハハハハ。ああ、少し笑いすぎではないかね。